森田秀正が規格外と認める日本人選手がこちら。スポルティングに所属する森田秀正がスケールが違うと評したのが、今回パルマへ移籍した21歳の鈴木ザイオンだ。森田は、この年でドシッとしてる。メンタルも含めて、体格がちょっとおかしいですよねと叩いている。そういう森田も規格外。ザイオンには悪いが、小久保レオブライアンに希望を感じた。代表は小久保で行ってほしい。アジア杯でのハイボールの処理やセービングの弾く場所だとかパフォーマンスは怪しかったものの、ベルギーでのデータ上はかなり優秀だし、ハイライトシーンを見ればスーパーセーブとか、特に飛び出してきた時の身体のデカさと威圧感はとんでもないよ。フィード面はすでに上手いし、まだ21歳とかいう若さに身体能力もあってポテンシャルは化け物クラスだと思うわ。パルマのチームメイトもザイオンのフィジカルを獣のようだって言ってたし、外国人と比べても相当抜けてると思う。9月の代表戦はひとまず小久保使ってみてほしい。ザイオンは覚醒待ちかな。現時点では小久保のが上だと思う。小久保のが上って言ってるやつ正気か？アンダー世代では大活躍だったが、トップチームはレベルが違うし活躍できる保証はどこにもないよ。新トトで活躍してたザイオンが実績は上だと思う。ザイオンはこの1年が勝負だろうな。パルマでどこまでやれるか、間違いなく日本史上最高の GK になれる素質はある。小久保とザイオン、どっち使うかはファンの中でも割れるだろうな。